迎をつくらの爆破行政はない。そしてこの監禁所へはまだ来ている。ということはまだこの監禁所へ向かってる可能性もあるってことだ。そういうことだ。待ち伏せして暁を取る。Yeah.
にある隠すはそれからひどくか。それならいいだろう。ただ気を抜くな。死ぬぞ。だからそれは俺に言うかよ。殺せるもんなら殺してほしいぜ。俺らは突っ込む。隙をついて不死身男を壁に乗り締める。しかも少しの近くで隅の首を跳ねて動きを止める。それじゃあ一緒に探すにせよ、なんとかしない。私も一緒。分からないのか。それが今打てる最善の手だ。まあ、明日はこんな顔が初めて見せよ。ああ、そうだな。やつは俺よりはるかに強い。そうなれば、このリスクはさらに高まる。敵陣突破の設定だ。たまにはこういう刺し方もできないけど。そういう刺し方、嫌いじゃなかったっすか。俺と同じで。上手相手に漁港を守るためには、犠牲もやむなしってやつだ。まさか、アスマのやつ、自分を犠牲にして。一人は能力不明のバカ力、一人は不死身。確かに俺たちには分が悪い。だからってアスマの犠牲になるなんて。将棋めんどくせ。お前がめんどくさがりなのは知ってるよ。だから面倒なのを避けるために作戦を立てるのが得意だったんだね。将棋はいろんな駒の個性を生かすことで、さまざまな局面を作り出すことができる。お前のように作戦を考えるのが得意な奴には、うってつけのゲームだよ。ルールは大体この本を読めばわかる。あとはやりながらだよ。めんどくせえけど、こんなのは10分あれば完璧っすよ。いいっすよ、マジで。しかし、大きいとこの本に書いてあったんすよ。敵陣突破の先兵だって、ね、そんなに負けたのが悔しかったさ。いや、犠牲の場を使った敵陣突破の先兵か。お前らしい合理的な考えかもしれんが、俺はあんまし好きじゃねえんだ。ゲームだぜ。まあ、だが敵陣を切り崩し大ダメージを与えた暴民は犠牲の的となる。もちろん駒のやり取りは当然だが、犠牲の間を前面に打ち出したこの定石、俺はそこまで割り切れないってことさ。俺だって言うほど合理的じゃねえよ。もう一番やるか。今度はじっくり大銀なんて使わねえでな。敵陣突破、犠牲もやむなしと思わせるほどの敵ってことか。確かに俺たち中人じゃ奴らに圧力となるような駒にはならねえ。それどころか俺たちを守るように戦うとなればなんと手に振り。アスマの言う通り奴らにそうあり得る。何か再戦の手間違いなく大駒だ。大駒を捉えるには餌が必要だ。大駒の代償もやむなしと思えるほどの再戦の手と思いますが、俺たちじゃその餌としては役不足。今の墓地まで使える戦力となると棒銀なんてあんたには向いてない。ただの捨て駒にはならぬよ。お前がいるのか。情けない。餌にも圧力にもならねえが、俺はもう冒険せしまくってる。作戦会議は終わったか。痛い。うるさくさせやがって。痛いなってくれろ。人
その痛みを知らねえクセ野郎には神の裁きが下るぜ。命もチャクラにも限りがある。捕まえなきゃこっちの戦いは始まらねえ。